ガランティーヌ野菜のガランティーヌガランティーヌは、主に鶏肉や魚肉等の骨を除いて、詰め物をしたものを低温で茹でて、アスピックで覆い、冷たくして提供するフランス料理である。しばしば、ホースミートが詰められ、円筒型に整えられる。鶏肉の骨を除く工程は、手間がかかり、またしばしば豪華に飾り付けられるため、洗練されたという意味のギャランという言葉から、命名された。 19世紀後半の段階ですでに、この技術の起源が、ルイド・ブランカ・フランス元水のシェフにあるとされていた。また、これの例性を、バロティーヌというが、ガランティーヌとバロティーヌの違いは作る、料理人の主観が大きく、明確にはなっていない。中世には、ガランティン、または、ギャランは、おそらく、勇敢さや、気遣いという意味を持つギャラントリーという言葉と同じ、ガ意を持っており、 ガランガルの根の粉末のソースの代わりにパン粉とシナモン、塩コショウ等を用いることを表している。ソースは裏ごしの前後にレシピによって茹でたり煮たり火を加えないこともある。このソースは魚やうなぎ、ガチョウやシカ等に用いることもある。ジェフリー・チョーサーはこの料理への宮廷の愛を次のように大げさにからかっている。ずナビルピックオールワイド・イン・ガランティン・アズ。 アイ n ン o ブ e am ウォールウェドベンド1941年から1942年のレニングラード包囲戦の間、当局は港町で発見した2000トンの幼鳥、また後には牛皮を用いてガランティーヌを作り、レニングラードの住民を上から救った。ありがとうございます。